感じで。100発100中失敗じゃん。やっちゃったよ。毎度ワイン三昧竹前です。今回はコルク抜きがなくてもコルクを開けられる方法を伝授します。イエーイ。はい、皆さん、ワインを飲みたいけど、あれコルク抜きどこやったっけとか、あ、そういえばなんかなくしちゃったかもとかね、コルク抜きがない時ありません？私も多分あったと思います。そういう時にね、コルク抜きがなくても開けられる方法があるんですよ。準備するものは2つ。スプーンとタオルでーす。これだったらみんなどのご家庭にもあるんじゃないですか。ポイントは、スプーンは大きいのじゃなくて小さいのにしてください。で、早速ね、手順を先に説明すると、コルクにですね、このスプーンの持ち手のところを刺していくんですよ。で、グリ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 入れてって、コルクをスプーンが貫通したら、そこからスプーンだけ一回グリッと回して引っ掛けて固定してから一気に抜くっていう流れでございます。で、こうスプーンを押すの結構力がいるので、こういったね、タオルで補助してあげるために用意してます。では早速やっていきたいと思います。まずはボトルの上のキャップシールを取っていきます。で、キャップシールなんですけど、ボトルを固定した状態で、これでね、もうキャップシールだけがくるくるって回っちゃうようであれば、手で簡単に抜くことができます。で、キャップシールが回らないよっていうワインは、ハサミとかナイフとかでこう切れ目をバッと入れてあげて、手でめくっていただいて OK です。ではこれは手で取っちゃいます。はい、それでですね、こちらを入れていきたいと思います。成功することを祈って。でね、これ刺すときはいきなり上からじゃなくて、斜めから刺していきます。斜めからね。ほっ、はい、早速タオルを使っていきたいと思います。これね、コルクに刺していくから、あんまりね、持ち手は太くないスプーンの方がいいですね。で、結構力がいりますので、床とかでやってもいいかも。グリ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 入れてきます。入ってる、入ってるよ。汗かいてきた。ちなみにですね、このスプーンの柄のところが太かったりすると、こう入れてる途中でコルクが中に入ってちゃうんですよ、貫通する前に。それは失敗パターンです。貫通してくれ、お願いだ。今日のために私はね、2回練習してきたんだけど、2回ともコルクがドボンしましたので、本当に入っててほしい。ほらー、もう100発100中失敗じゃん。あー、ごめんなさい、やっちゃったよ。まあ、結果的に貫通する前にコルクがボトルの中に落ちてしまったっていう失敗パターンですね。ここが太かったりとか、そういうスプーンの持ち手の時は起こりうるのですが、今回も失敗です。でね、この状態だとね、ワイン出てこないんですよ。救出するか沈ませないと出てこないから、一旦ね、沈ませちゃおうと思います。沈ませるためには、皆さんお持ちの菜箸を使います。これさっき飛び出たけど、飛び出ちゃうから気をつけてください、ね、こんな感じで沈ませてしまえば一旦は出てきます。一回注ぎます。どんな感じなのかというと、今ここにコルクが入っている状態です。わかるかな、なんか変な音がする。はっきりここにコルクがあります。こうやって落ちた時に救出する方法がございます。それはきっと皆さんどのご家庭にでもあるでしょう。こちらです、菜箸と、じゃんじゃじゃーん、段ボールを留めたりする紐ですね。はい、どうやってやっていくのかというと、まあ、紐をですね、この中に入れてコルクをキャッチして引っ張り上げるって、ただそれだけでございます。ではですね、まず紐を切りたいと思います。ちょっと長めにいっとこうか。はい、切ってみました。このぐらいの長さでございます。この1本だけ入れてもね、キャッチしにくいので、紐を裂いていきます。
で、どのぐらい咲いたらいいっていう決まりはないです。適当に。いやでもね、ちょっとコルク丸々入ったって経験今までないので、救出できるのかちょっと心配。こんな感じになりました。そしたらですね、こちらを輪っかにして輪の方を中に入れてきます。よいしょ。で、入れるときにちょっと菜箸で手伝ってあげる。破片はね、このやり方でスルスルって取れるんですけど、先ほどはちょっと紐が短すぎたんじゃないのか説があったので、ちょっと長めにしてみました。はい、どうだこれ。さっきね、こっちまで貫通しちゃったから、ちゃんとね、端は分かれないようにしてみました。よし、どうだ、これでいけんじゃないか。戦いの末、引っかかりました。じゃじゃん、見える。まあちょっと正直なところ、Tが手伝ってくれました。ということで、抜いていきたいと思います。ポイントはね、見てただけですけど、ポイントはね、結構な量入れてましたね。で、タイバシ入れてくるくる回してたら引っかかりました。さて、抜けるのでしょうか。なんか嫌な予感する。失敗です。途中まで上がった、引っかかりが弱かったのかな。もっとガシーってさ、ホールドしてあげないとさ。ここまで上がったんだけど、もう下げちゃいます。もう下げるのも怖いわ。惜しかったな。これはですね、まあ、コルクは丸々入ってるから、破片が出ることはないと思うのですが、一応1回はスプーンが入っちゃってるので、もしかしたらかけらが出てくるかもしれないので、気になる方はこうやって茶こしを使ってこんな風に注いであげてください。ということで、いかがでしたでしょうか。難しいね。スプーンもやっぱり柄のところっていろんな形あると思うので、これからも私は挑戦し続けたいと思います。そして成功したらここで披露したいと思います。なので、今日は楽しかった方、高評価とコメントお願いします。もっとね、私を見ていたいな、応援したいなって思ってくださった優しい方は、チャンネル登録と LINE の登録もお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。